ちょっともう話すこと多い。そうそう。そうか。まずとりあえず、まあ、まあ、レイさんの話からさ。でもさ、小江さん撮ってんでしょ？ん？昨日も今日も連絡取ってるよ。あ、そっちの取ってる。ちゃんと電話して。今日も。え、じゃあ、レンさんは大丈夫ですか？大丈夫そうだって、今日の喋り方も戻ったし、今日の夕方にバラシ終わって戻って、那覇戻るようにしてたから。ってことはもう今日来るってこと？言ってよ。スタジオ来るって？いや、スタジオ来るとは言ってないけど、帰ってくるといいです。え、もうやってんの？一週間ですよね。やば。今バラシしてるみたいです。やば。で、昨日も撤収作業。今日も撤収作業。社員みたいな感じ。もう、あれも大変なんだったから。大変だったんだから。俺らがマネジメント始まった会社。はい。と、レンさんはもともとロケ社の業務をやってて。はいはい。それの申請事があったじゃん。あった。そう。レンさんがやらないといけない。うん。で、それがだいぶやばくて、小江さんとかがサポート入ってる。うん。でも、レンさんは、絶対にこれは申請をもう、今週中っていうか、もう、できるだけ早くやらないといけないものを残したまま、北部ロケに行っちゃった。リミット迫ってたの。泊まりの。はい。で、それで、どうなってんだって一回呼び出してミーティングしたらもう、すいません。軽い気持ちで受けちゃいました。いや、軽い気持ちで受けても、え、でもこれやんないといけないじゃん。これ絶対やんないといけないから、その仕事を断る選択した方がいいんじゃないの？今からでも謝って。でも、彼は、すいません。自分が決めたんで、みたいな。で、その後に、お母さんに託された使命を。うん、もうお母さんが代理でいろいろ申請を済ましていって、うん、でも最後の申請は、小江さんがやった方がいいから、わかるから、うん。お母さんに託されたけど、で、また次の日になって、うん、もう本当に当日のギリギリで動いて、やっと小江さんが一応申請して、もうめっちゃギリする。おぉ。でもまあ、その申請も一悶着あって、本当は、希望ナンバー取ってたみたいで、希望ナンバーっていうのは自分の好きな数字にできるナンバーの申請をしてたみたいなんですけど、あ、申請用紙が入ってたら俺も気づいてたんですよ。希望ナンバー申請。でもまあ俺も聞いとけばよかったなと思って、希望ナンバーじゃないナンバーを俺は、もう通常ナンバーを申請してて、通常ナンバーはランダムに番号が来るんですよ。それで、また希望ナンバーを取り直しに行かないといけないっていうミッションが追加されました。あ、そうね。まあでもさ、申請はもうできてるから、それはそれでもうみんなのファインプレイのおかげで。あ、申請できたね。そう。だから、それは大丈夫。ただ、まあ一個今チームの課題として、やっぱこのレンさんのメンタルケア、うん、そう、しないといけない。時間かかるかもしれないけど、見捨てるのはできないじゃん。はい。どうだから。まあ、どうやってレンさんが、そう。チャカランドに関わる、関わりはするんだけど、負担が少ないようにっていうか。結局、その結構、俺が入って3度目ぐらいなんで、こういうことってやっぱり。チャカちゃんとか、ケンチさんとか、テラさんが悩むのはわかるんですけど、もう、強行手段しかないんですよ、結局。いや、本当の話で、話したって解決しないんですよ、こういう人って。やっぱり。だから強行手段でも、いろんなものを遮断、こっちから遮断して、もうだから、軟禁状態ですよね。軽く言えば。すごいこと言ってる。結局、ルールの中でちゃんと軟禁しないと、自分でいろいろやろうとしちゃうんで、やっぱり。それを見えない形でやらないと。結構もう、連鎖のこと心配が勝つみたいな状況だった。寝ず、に、多分頭も回ってないだろうし、心もパニックしてるだろうし、で、いろんなとこから怒られるかもしれない状況で。でも、本人はそういう状況に自ら毎回行くわけだよ。行っちゃってるね。そう。だから、もっと楽にさせてあげたい。本人もわからんだろう。そう。こうなってんのか。ジェンさんもわかってないし、3回、4回ぐらい話して、で、また連絡取れなくなってってのも目に見えてるんで、完全に。次あるもん。うん。だからそこをさ、じゃあ例えばさ、無理っすって言って、切るのは全然違うじゃん。お互い一緒じゃないと面白くないと思う。レンさんも絶対こっちといた方がいいし、うん、俺らもレンさんが必要だし。まあだからルールを作ったいんだよ、レンさんの。だからレンさんのなんか、レンさんがレンさんのこと分かってないから。俺たちがレンさんのその取り扱い説明書みたいなのをちょっと作って、見せないような枠をちょっと作れば。この枠の中で動いてレンさんがもうそこに行く
時は決まってるからね、大体。もうパターン決まってるっすかね、完全に。決まってるんです。先方的にはもう決まってるんで、そこに大手を打つしかない。でもさ、それをもう改善するためにさ、まあだから、レンさんは居酒屋のバイトもしながら、うん、で、ロケ車の運転手もやりながら、で、俺らのこともやってるみたいな。三足のわらじみたいなことを してるわけよ。で、そこを両者話して、うん、まあ一個は、結果的にそのロケ車事業をやってるとこが、俺らとも一緒にこう、マネジメントとして、チームプレイしていくっていうので、レンさんに仕事が行く前に、一回こっち、まあリーダーとして自分が話聞いて、あ、じゃあ OK って言って、レンさん、じゃあ空いてるから行って、とかそういう流れになって、でもう一つの居酒屋の方も知り合いだから、時間を決めて、あの人だってもう決めないと、永遠にいる。最後、最後。で、それ、今来てって言われて行くじゃん。こっちでやろうって言ってやるってあるじゃん。で、それで、いや、でももう、行くって、決めちゃったんですって言って。一瞬、多分優先順位がバグるんだって。優先順位がバグるからそこに、だから。ところてんっていうか、こう次来たことの優先順位が上回っちゃうんだ、ね。普通ね、このもう、ここ決まってました。ここが大事なんで。で、多分、レンさんもさ、別に俺らのことを大事に思ってないわけじゃない。多分大事に思ってるけど、ここ寸前にこの予定入ったら、うん、ふいって優先順位が、普通、あここかもう無理ですじゃ、なのに、ここに来る。割り込み。全然上書き、こんな入ってくるから。追い込みすぎじゃない?もう、体ボロボロじゃないの人。だってもう、だって先週からさ、突如の無人島ロケみたいなのからさ、めっちゃ真っ黒になって帰ってきて、そっから休みなしで、働きの申請でパニックなりの、北部ロケを急に入れ、全員に怒られ。踏んだり蹴ったりっていう言葉が多分一番言ってる。だから、こういうことがないようにするってことだよね。そう、今後。だって、どっちも面白くないのはもう分かってる。もう分かってる。でもまあ、唯一良かったのは、今までさ、それでさ、本当に連絡取れんとかあったじゃん。でもそこを小江さんにだけでもさ、こう連絡取り合ってんのいいこと。うん、言ってるからね、俺。連絡取れなくなったら行きます。ああ、そっか。レッサーンとか言いそうだな。適当になんか、集落ごとに。そんな破天荒なやついる?だからそういうその、連鎖成長ドキュメントもちゃんと写していくっていう。なるほど。まあだから、まあそれは全員それぞれの成長が多分、より長く、見ればあると思うけど。まあ、レイさんも、より、伸びしろ。そう。めちゃ、解決するかも、ね、っていうことで、ちょっと、その、まだまだ、問題は多いですが、まあ、そんな感じです。はい。